ボルト80 E チューンです。皆さんこんにちは。本日は秘密の場所からお届けしたいと思います。ボルトニック80 E チューンです。見た目が昔で言うとアクセバー10とかアマテック900パワーに送ってます。でボルトニック70 E チューンの時みたいにここに連結グロメットが付いています。より硬く仕上げられる、プラスバンパーをつけて重くできるタイプですね。シャフトも結構いい感じ、硬いですね。それが前作の80からベースは引き継いでいます。今回の付属グロメット赤です。でまたグロメットをつけれるところが80インチューン、ここですね。ここに新たにつけれます。また71インチューン同様に別売りのグロメットもあるので、さらに重く使用できるという感じです。3月中旬頃の発売ですね。まあ、楽しみですね。ボルトリック 80E チューン、艶消しの濃い赤ですね。小豆色みたいな色してます。でこちらにオレンジがあしらうとバンパーがありますね。グリップ赤、別売りのグロメットもありますが、付属品ももちろんあります。ボルトリック80E チューン、本日は、秘密の場所にて